はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。びっくりですよ。少し早いんですけども、次のイベントのね、予告が来ました。今ね、緊急で動画撮っております。むちゃむちゃ興奮しています。まあ今のイベントも楽しいんだけど、次のイベント超やべえということで、もう皆さんご存知の通り、次はですね、妖怪ウォッチプニプニと進撃の巨人とのコラボ第2弾ということで来ましたよ。妖怪ウォッチプニプニの公式 Twitter の方でつぶやきがありました。プニプニに巨人襲来、6月1日より進撃の巨人コラボイベント第2弾を開催、 The Final Season 完結編より新キャラが多数登場ということで、確定ですよ。そしてこのイメージ画像というかね、見るともう次出てくるキャラも大体ね、予想がつきます。さらにですね、妖怪ウォッチレベル5のですね、公式ホームページの方でも詳細の発表が出ております。コラボイベント開催ということで、これはですね、激アツです。第2弾ですよ。さらにですね、第1弾コラボで登場したキャラはもちろん、ミカサやリヴァイ、アルミンらが新たな装いで新登場ということで、最終決戦バージョンで出てくると。調査兵団のみんなと一緒に進撃を続けるエレンを止めよう。エレンを止めるのか。他にも新キャラは多数登場予定、続報を要チェックということで、もう続報がありますよ。これから毎日小出しにですね、まあ、キャラだとか必殺技だとかね、紹介が来るということで、ちょっとそのあたりもね、チェックしていきますけども、もうすでにこのね、エレンがもう止めようということなんで、これ封印の強敵枠トリプルゼータ確定なんじゃないの。そしてさらに、イベント期間中にログインするとミカサと友達になれるよ、お見逃しなくということで、おっとミカサもらえちゃうんかい。これはちょっとね、激アツなんじゃないの。とりあえずログインだけでもね、したいところ。そしてさらにですね、キャンペーンも早くも始まっております。進撃の巨人のね、調査兵団コインというのがね、まあラインナップされる。これかなり変わったコイン、今度初登場なんじゃないの、調査兵団コイン。全ユーザーにプレゼントということなんで、まあリツイートでね。そしてランク Z 以上確定コインじゃないか。これはちょっともうログインするだけでかなりもらえる。おそらくですね、俺の友達召喚キャンペーンはね、この間あったばっかなので、さすがにそこはないと思いますけども、ちょっとこれ激アツだよね。進撃の巨人なんですけども、まあ知らないという方がいるかもしれないんで、簡単にね、説明しておきます。進撃の巨人アタックオンタイタンは漫画作品およびそれを原作とした小説、ライトノベル、アニメ、ゲーム、映画などの作品です。別冊少年マガジンでですね、まあ連載2021年に完結ということで、アニメもですね、かなり盛り上がっております。そうなんですよ、今回そのアニメに絡んでまあコラボということで、まあそのあたりね、公式からの話もありましたけども、ということはイベントストーリーは、さあ皆さん、進撃の巨人要チェックですよ。進撃の巨人 The Final Season がですね、2022年の1月10日より放送が開始されました。これね、2つに分かれて放送されたんですよ。第1クール目はですね、2021年の3月29日から、まあ、第75話の天地で一旦最終回と。そして第2クール目がですね、こちらが、いよいよ放送されるということで、完結編後編ということで、2023年の秋放送決定ということで、今非常に盛り上がっております。だからそのあたりのプロモーションを兼ねながら、プニプニでまあコラボということで、テレビアニメ進撃の巨人 The Final Season 完結編後編がですね、2023年秋に放送されることが決定いたしました。YouTube の方でもね、告知 PV あります。
さらにテレビアニメ進撃の巨人ザファイナルシーズン完結編後編告知 PV も公開され、雲の中でファルコが空を飛んでいたジークの記憶について言及している映像となっています。ということで、ちょっとこのアニメもね、むちゃむちゃ楽しみなんじゃないの。この完結編はね、まあ、超巨大巨人級がですね、数千万の隊列を組んで人々を踏み殺していく地ならしはですね、マーレ大陸を無に帰しながら次なる目標スラトア要塞へ向かうと、瀕死の状態から目を覚ましたリヴァイに心臓を掲げよと告げられたハンジはアルミンに次期団長を託して巨人の群れへと向かうということで、ちょっとプニプニのストーリーもね、そのあたりが非常に気になってきます。で、進撃の巨人とのコラボはですね、今回第2弾なので、もちろん第1弾がありました。皆さん第1弾やりましたか？第1弾ね、結構前なので、まあ、もしかしたらね、やっていない、知らないっていう人もいるかと思うんで、ちょっと簡単に紹介しておきましょうか。進撃の巨人エレンがですね、封印方式の強敵として登場しました。まあ、いつものように6つね、パワーを封印して、そして特攻キャラを使ってね、攻略していくと。進撃の巨人エレン、エレン・イェーガー、これね、少年漫画進撃の巨人の主人公、このかっこいいというか、ちょっと怖いんだよねこの進撃の巨人とのコラボね、楽しいんだけども、若干ね、リアルすぎて怖い。プニにしたらもう少し可愛くデフォルメしてもいくねみたいな感じはありますけども、この時はですね、ダブルゼータのブーキミュー族、全化身&デカプニの技ゲージを多く貯める。で、スキルが不気味の種族効果アップということで、これはむっちゃ使えるキャラなんで、復刻したらね、もうぜひともね、狙ってほしいキャラかなと思います。で、進撃の巨人なんですけども、実写版もあります。僕も見てました。100年以上前、人間を捕食する巨人が現れ、人類のほとんどが食べられてしまった。生き残った者たちは巨人の侵略を阻止する巨大な壁を三重に作り上げ、壁の内側で暮らしていたエレン、三浦春馬くんね、そして三笠水原さんね、もうそんな中の一人だった。そんなある日、100年壊されなかった壁が巨人によって破壊されてしまうということで、実写版はね、いろいろ賛否両論ありました。僕はね、結構好きなんですよ、原作にね忠実で、まあなかなか面白かったかなと思います。実はですね、ハリウッド版なんてのもね、これ公開されたのかな、なんか話にはありましたよね。2018年の秋頃、別冊少年マガジンで連載中のこのね、漫画進撃の巨人がハリウッドで実写化されるということが報じられました。どうなっちゃったんだろうね。で、前回はですね、なんと14体も登場したんだよね。だから今回もおそらくそれぐらいの規模で登場して、さらに前回のキャラ復刻なので、ちょっとこれはね、大規模やりごたえがね、あるイベントになってくるんじゃないかなと思います。さあ、皆さんはですね、次の進撃の巨人とのコラボイベント、どんなイベントになると思いますでしょうか。そのあたりね、コメント欄で教えてほしいなと思います。また続報が入りましたらね、ちょっと動画でね、詳しく話していけたら面白いかなと思います。